またこんなことあります。さあウィールアプリやっていきます。前回ボックスドロー、ブラジル代表のガチャの引いてきて、まあ、チアゴシューバとネイマール、まあ、引きました、まあ、見たい方は前回の動画見てください。今回こちらパートナークラブズでいいのかな、こちらのガチャ引いていきたらなと思います。まあ、次に出てくる、まあ、イベントの、まあ、TP が高い選手がゲットできるということで、今回10連ね引いていきたいなと思います。まあ、実際欲しい選手っていうのが香川真司、選手数がやっぱ58ですから、58分の1、まあ、ボックスドロー違ってかぶりは出てしまうものの当てる可能性は高いと思うんですよね。うん、でしかも金の選手がかなり多いので、いや黒玉出るのは結構確率は低いですね。こう見ると4人しかいないので、まあ、ロイスゲットしたいなと思います。一番理想なのは今ね選手の枠が8人、あと8人しかいないんですよ。8人のうちに香川真司で黒玉最後出てロイスゲットできたら一番最高っすね。ということで引いていきましょう。さあ頼むぞ。まあシルバー多いな、シルバー多い。長友やべえ嬉しい、やっぱ日本人選手嬉しいな。いやめっちゃ嬉しいわ、なんかシルバーの選手だけど、いや嬉しいね。はい、左サイドバック、身長170cm、30歳で、右利きの選手ですですね。はい、でまあ両サイドバックができて左サイドハーフできると。能力、スピード81、瞬発力85、スタミナ82。スタミナめっちゃあった時あったよね、ウィーレなんか忘れたけど。一番スタミナあるんじゃないかなみたいな、ウィーレ内でそういう時代ってありませんでしたっけ。すごい、そう考えるとスタミナめっちゃ落ちたよねこれ、能力的にはね。はい、マンマーク、いや嬉しいです。長友シルバー以上の選手で初めてですね、日本人選手。それでは2回目、さあ何来るか。またこんなことあります、すごい確率だな。まあ長友強くしろってことなのかな。はい、続いて3回目。いやなんかちょっと予感したんだよな、まあ、シルバー来たかぶりあるよなみたいな。さあ3回目いきましょう。まあシルバー多いからね。ユリアン・バイグル、ドルトムント。続いて4回目。さあ香川来いよ香川。まあシルバー多いよな。いやこんなことありえます、こんなことありえます。なんか俺を強くしてと言わんばかりのなんかこのドヤ顔スタイルというか、まあ、ドヤ顔なんて言ったら怒られるかもしれないけど、強くしてくれっていう顔っすよね。いや俺スタミナめちゃくちゃ低くされてるんだよ入れにみたいな、そういう顔つきしてますよ。いやまさか、ちょっと待って、今4回引いたんですけど長友が3体。嘘でしょ、これバグってんじゃねえのこれ。次がこれが5回目ですね。ズルロ、ダンブロージオ。はい、続いて、6回目、来い頼む、ゴールド来い、ゴールド。うわシルバー多いな。フェルナンドプラス。さあ続いて7回目、お来い香川、アンサルディ、左サイドバックか。いやここで左サイドバックでちょっと長友使えなくなっちゃうんだよね、ゴールドが出ちゃうと。はい、こんな感じです。これでとりあえずボックスは、あ引けない、引けないか。いや嘘だろマジか。あと5人で大台の200人保有できます。高っ、9万2000だよ。いや、これだったら他の、なんていうの、オークションでゲットした方がいいよね。あ、さすがに9万2000はちょっと鳥肌もんだわ。使
使わせるね。ということで次が8回目ですね。よし、8回目行こう。頼むぞ。シルバー、どんだけ出るねんこいつ。長友ファンの方ほんとすいませんでした。 今のは本当にすいません。ちょっと今マジで出ちゃいました、素で。シルバーの中にも確率ってもうあるでしょうよ、他の人っていう。いや怖え、シルバー怖えよ。ファギネル、やっぱサイドバック多いな。まあでもいいか。さあ10連目ラストいきましょう。いや爆死だこれ。ヘベル。はい、ということで今回こちらパートナークラブズ、こちらガチャの引いてきました。まあ第1弾ということでね、5クラブの中のスター選手が登場するということなんですけども、まあ、シルバーはかなり多かったんだけど、まあ、次回のねあのツアーイベントに向けてはまあ引いとくガチャなのかなっていう感じはします。まあ、長友欲しい人はマジでこれ引いた方がいいかもね。あ、4体か、4体ね。でも最大レベルの上限の方が60なので、マックスぶち込めば結構強くなるんじゃないかなと思います。というか、多分ゴールド以上の選手にはなるんじゃないかな。こんだけ同じ選手ゲットしたの初めてなので、もうここまで来たら長友を最強にしたいなと思います。ということで、皆さんどんな選手が出ましたでしょうか。まあ、長友をゲットしたよって人はぜひね、コメントの方で教えてください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。